スエドーにはスエドーの目的があり、我々を利用しているのは確かだ。同時に私たちもスエドーを利用しています。新世界の創造、それが彼の目的だったか。全ての世界から悲しみをなくす。あいつがしてきたことは何もかもそいつの実現のためだ。これからすることもな。そんなの本当に実現できちゃうわけ？彼の目的がどうあれ、私たちがやるべきことは変わらないさ。スエドーが新しい世界の創造を望むならば、私たちの目的は旧世界の崩壊を食い止めることだ。よろしい。では今なすべきをなすとしよう。しまうってのか。スエドはどこだ。進みましょう。正真正銘イグドラシルの端末だ。イグドラシルが私たちを異物と見なしたようだ。もはやイグドラシルに意志は存在しない。声も聞こえない。目の前にあるのは我らの行く手を阻む壁。ふん、ただの壁ね。突破するのみですね。俺も手伝うぜ。リハビリってやつだ。俺を誰だと思ってやがる。さすが腐ってもレジェンド。柔道の元リーダーというわけですか。この短期間に私のデジモンに匹敵するデジモンを手に。筋金入りのオタクノードです。負けず嫌いにも程があるみたいな。ぶっちゃけ少し引いちゃってますけど。ああ、オタじゃねえ、ギークってやべえ。てかユウコ、お前そんなだっけ？キャラ変わってね？やれやれ、君たちは一応私の信じた可能性なんだ。来るぞ。さあ片付けようぜ。
っ走れ。一丁上がりっけな。皆さん空を。何あれ全部イーター？どこかへ移動して。いえ、強制的に集められている。スエドーに誘導されてんだ。ってことはそこにイグドラシルの本体があるわけか。よし、あれが入り口？でも入り口っていうより、リーダーが侵食しコアへと続く穴を埋まったのだ。あの奥にイグドラシルの本体が。だが今はイーターの巣窟だ。スエドーの言うマザーイーターもあそこにいる。あれってユーゴが呼んでる。私たちをずっと待ってるんだね。兄さんにもうすぐ会える。さあ友達を助け出して。今度こそみんな揃って帰りましょう。あれがマザーイーター？でけえ。なんということだ。イグドラシルそのものが完全に取り込まれバグ化してしまっている。そのおかげでかろうじて抑え込めているわ。予定通りイグドラシルとしての機能を大部分抑え込んでいます。送り返したイーター全てにゴミデータを送信し続けるプログラムを組み込んである。さしものイグドラシルの演算機能も一時的であろうとはいえオーバーフロー状態となっています。トロイアの木馬みたいですね。いや、どちらも間違いではありません。実態はグリム童話の大きな株に近いですが、とにかく今のうちにイグドラシルをデバッグしましょう。
やるしかない。